Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Natsupo. Natsupo。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさい。Natsupoです。今回もフィファニーズさんやっていきたいと思います。動画開いた瞬間、圧を感じましたか？そう！今日は私の誕生日！お誕生日ハッピーおめ私ということでですね、1月24日、夏芝生誕日でございます。まあ、今日もね、いつものごとくパック開封やっていくんだけれども、TOTY 軍したいのは山々なんですが、今回はなんとですね、誕生日当日に88プラスミッドプライムまたはワールドカップアイコンパックを開封していきたいと思います。誕生日プレゼントにふさわしいパックがね、ちょうど来たということで、もう私作りました。このパックを作るのに高レート天使とさよならしまくったですね、素材が大変なことになってるんですが、それでも私さすがに引きたいと思いまして作りました。私実はね、ミッドアイコンの選手、当たりの選手は数名持ってるんですけど、当たりのワールドカップアイコン、そしてプライムアイコンですね、そちらに関しましては一人も当たったことがないので、今回ワクワクしながらね引いていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しみ。本当は昨日の動画で引くこともできたんだけど、まあ誕生日ということで今日引いていきたいと思います。あとはまあ今ね話題の TOTY ですよ、ミッドフィルダー編ということで、こちらも狙って豪華パック引いていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。こちら80プラス選手5名パックトレフカなんですけれども、こちら引いていきたいと思います。こちらオンライン試合ね、ヒーヒー言いながらコツコツやって貯めました。頼むよ、せーのドン。80プラス選手5名攻めて歩いてくれ。ただしスポットとかナイススパイン、スパナイスモレノだった、ただだっただった85ということで、これはありがたいですね。よかった。80以上でも85はいいんじゃないかい。次行きますか。ありがとうございます。続きまして、こちら、ジャンボプレミアムゴールドパック引いていきたいと思います。トレッカでございます。いっせーの、デッドオン。なんか今日日本語喋れないな。いつもより下が回りません。ラララララ。さあ、なっけー。80プラスの方がいい選手くってね。ゴールキーパーとスペイン。ありがとうございます。お、毒だ。続きまして、こちら、レート81プラスレアゴールド選手2名パックです。81確定ですね。トレフカでございます。一斉の、デッド。来てくれ。スポットライトはちょっとマストで。頼むよ、イベントは。ぬわい。もうイベントが本当に来ないよ。VR アウト、昨日に引き続きですね。2連続。はい、ありがとうございます。81と83でした。続きまして、こちら、プレミアムゴールド選手パック、80以上確定です。引いていきましょう。せーの、ドン。こちら、トレカですよ。トレカ、トレカ、トレカ。イベント来たら熱すぎて、頼む。ちょっと今のところ、ちょっと待って、あのさ、ナーチョ。違うのよ、誕生日だからって、その総集編みたいなさ、スペイン祭りじゃなくていいんだよね。違うの、ちょっと方向性が違う。違うんです、誕生日プレゼントってそういうことじゃないんです。続きまして、こちらプレミアリーグ選手8名パックということで、イベントが来たらデブライネ確定ですね。いきましょう、せーの、プレミアリーグ選手8名。プレミアリーグ強い選手いっぱいいるよ。ただ歩いてくるルカス、ロドリ、あ、でもね、でも嬉しい。うん、歩いてくれてよかった。それだけは確か。はいはいはい、ありがとうございます。いや、いいんじゃない？ロドリはまあ、あ、スペインですけど、ちょっと待って。4人くらい来てないですか？スペイン。あれ？おかしい。違うのよ、EA さん。私が欲しいのは。私が求めるのは TOTY。ただ、それだけなんです。続きまして、こちら、レアエレクトロム選手パックトレッカですね。82以上確定です。まあ、スポットライト君は来てくれるでしょう。行きましょう。せーの、と。歩いてくれ。歩いてくれ。歩いてくれ。まあ、ロドリがね、一人目歩いてくれたので。ちゃんと演出が見たよ。これはどこの国だ？ ST チェンス。オバメヤンか。ありがとうございます。オバメの国はガボン。W。でかい。そして85だからね、何気に。まあいいんじゃないかい。84もまあまあ嬉しい。かぶってるけど、いいじゃん。W 最強。ありがとうございます。
続きましてこちら83プラスミッドフィルダー3名パックですね。昨日のヒートパックなんですが、ミッドフィルダー3名ということで、今回のイベント選手来てくれるのか、いきましょう。せーの、ドン。スポットライトくんはもう格で入ってきますよとイベント。うん、甘くないなぁ。これパーティーですね。よく来るパーティー。でもまあ嬉しいね。84か。なるほど。まあまあまあ、しゃない。ありがとうございます。それでは83プラスミッドフィルダー3名パック2個目引いていきたいと思います。せーの、ドン。イベント来たら熱すぎる。お願い、お願い。ぐーあの脳汁を感じ。まあね、86の裏は、ワークアウト2人はいないか。ねえ、来すぎフェルナンド。いやー、パレフォ。ちょ、待って、マジでやばい。いや、動画的には面白い、ちゃ面白いんだけど、もうちょっと違う盛り上がりを見させてほしいもんですがね。続きまして、こちら、85プラス選手2名パックでございます。これ、一人は歩いてほしいね。最低でもウォークアウト頼むよ。いいよ、いいパックだよ、これ結構。せーの、ドン、頼む。ステインだけは本当にマジでいらない。いらないって言ったらちょっとあれですけど、W! フランス州。あー、なるほど。ありがとうございます。85! ワンチャン裏あるか？ワンチャン裏にウォークアウトってあるっけ？いらないか、フォーで。いやー、85以上確定です。あれ、85って。ついてないですね。誕生日なのに。誕生日なのに。大事なことなんで2回言いました。はい、ありがとうございます。次ですよ。もう今回の大メインですね。その前に若干お着替えしていきたいと思います。はい、お待たせしました。夏はお着替えですね。誕生日バージョンということで頭にケーキを乗せてみました。お着替えってことでもないけど、頭にちょこんと乗せただけなんですが、88プラスミッドプライムまたはワールドカップアイコンパック、こちら引いていきたいと思います。今回の まだまだですね。88以上のアイコン確約ということで、誕生日プレゼント当たりの点数ミリオン超えできるのか。ここでできたらドラマが過ぎますが、狙いはロナウド、フリット、ビエラ、この3人ですね。ブラジル、オランダ、フランス、この3人が来てほしい。まずは国旗頼みますよ。こちら作るのに22万円かかっております。コストですね。いきます、せーの、ハッピーバースデートゥーミー。どうだ、誕生日プレゼント。うん、アイコン演出、アイコンポルトガルの、待って待って、エンセンジオだ。ちょっと待って、これやばい。いや、うおー、ちょっと私自身の動きが大きすぎて、ちょっと V がついてこれてなかった。エンセンジオいくらだ。あの、トップ10、アイコンのトップ10に多分入るぐらい市場価値が高かったはず。アイコンの価値としてはミッド、ワールドカップアイコン、そしてプライムの順にレートが高い風になってるんだけど、エウゼビオ選手でミッドアイコンの一番下なんだけどね。そこの中では、ちょっとすいません、説明が下手で。いや、ちょっと待って、ただフットビンさん曰く144万円、初めてのミリオン来た。マジで嬉しいんだけど。やっと。ありがとうございます。最高の誕生日プレゼントになった。どれ不可なんですけどね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、興奮しすぎて頭痛くなってきた。うおー、最高、ありがとうございます。やったやったよ、初めてだよ今作ミリオン。ありました、ありがとうございます。お誕生日プレゼント、最高のお誕生日プレゼントを家さんからいただきました。ありがとうございます。ということで、落ち着いてほしい。はい、落ち着きます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。見事アイコン確約、エウゼビオ選手獲得いたしました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければお誕生日おめでとう、そしてエウゼビオおめでとうの高評価ボタン、チャンネル登録もしていただきますと嬉しいです。またまたコメントもたくさんしていただけますと活動の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ、アイコン。昨日はみ出せ